黒部を技術の総本山と位置づけ、開発・製造の拠点を置く YKK グループ。企業精神である善の循環のもと、地域に根ざし、新たな視点で住まいづくりにアプローチし、得られた知見を世界に発信する、そんな未来に向けて時代をリードするまちづくりがパッシブタウンです。 YKK 茅堂社宅跡地の再開発事業として2011年に始動。現在は全5街区のうち4街区まで開発が進行。その集大成として最終街区第5期街区計画が動き出します。今私たちの日常生活が地球環境へ与える負荷は大きくなっています。風や太陽、地下水などの自然エネルギーを最大限活用し、CO2 の排出をできるだけ小さくする。そんな住まいを提案するのがパッシブタウンです。黒部の夏の日照時間は太平洋側地域とほぼ同じ。初夏から夏にかけて吹く富山特有の卓越風、愛の風。豊富な森林資源と地下水。黒部の豊かな自然環境がローエネルギーで暮らせる住宅の実現を可能にしました。